ドルの一番星になる。二次の夢。アイカツ、始めます。ベイビーたち、心して聞いてくれ。This is the biggest news! はい。今年も希望が丘競技場で、サッカーのワールドトーナメントが行われる。もちろん、ハーフタイムショーは、我が四つ星学園の1年生が担当する。そこんとこ、よろしく。ハーフタイムショー？そう、試合の前半と後半の間にある休憩時間、スタジアムにいるお客さんを楽しませるためにハーフタイムショーをするんだ。早速そのオーディションがある。みんな、アイカツモバイルでエントリーシートを提出してくれ。はい。ハーフタイムショーか。今度はね、ちょっと長くなりそうなんだ。それでね、今回は家族で一緒に行こうかなって思ってるんだけど。イタリアか。憧れの国ではあるけど。
組のセンター。山で言えば富士山になる。虹の夢、今の私の話聞いてまして。え、何？ってことはローラと私で歌組のセンター争いをすることになるんだね。面白いじゃない。今度は負けないからね。もちろん望むところ。じゃあ私はまゆりちゃんと勝負だね。最後くらいはビシッと決めたいな。え、最後？あった、なんでもない。まずはオーディション合格おめでとうございます。このハーフタイムショーは観客の皆さんがとっても楽しみにされていて、年々注目度が高まっています。お客様の期待に応えられるように頑張ってくださいね。はい。早速今日から各組に分かれてレッスンに入っていただきます。1週間後にはそれぞれの組のセンターを決めたいと思います。さすがに今日はヘトヘトだね。ハーフタイムショーって20分くらいなのに、なんかすごく内容が濃いね。ちょっとびっくり。完成度の高いショーを目指すって言ってたし、気合入るよね。そうだね。あのね、ひめちゃん、実は私別の意味で気合入ってて、多分このショーが終わった後、私お父さんの仕事の都合でイタリアに行くことになってて、本当はこのまま学園に残っていたいんだけど、今回は長くなりそうだから、お母さんも私も一緒に行くことにしたの。それにイタリアならファッションの勉強なんかもできるかなって。ゆめちゃん？え、寝てる？私が1年生の時のショーだよ。やっぱり歌組は姫先輩がセンターだね。圧倒的な存在感。翼先輩のお芝居もすごいですわ。あ、柚葉先輩かっこいい。で、これが柚先輩が失恋した時の。柚先輩もこんなにハードなステップを笑顔でこなしてて尊敬する。そんな S4 に少しでも近づけるように私センターになる。おっとゆめ、それを言うなら私との勝負に勝たないとだよ。もちろん負けないんだからね。明日もレッスンだね。うん、あのさっきの姫先輩すごくかっこよかった。そこに少しでも近づきたいな。そうだね、私絶対センターになる。大丈夫だよ、きっと。なんで？だってゆめちゃんにはいつもここぞっていう時の底力があるじゃない。あ、そっか、そうだね。ありがとう小春ちゃん。さっき何か言いかけなかった？あ、飴食べる？うん、なんだかんだ言って甘いものだよね。っていうかゆめちゃん、さっきもカフェでパンケーキ食べてたじゃない。えへ、スイーツは女の子のエネルギーなんだもんね。スタジアムステージに似合うドレスは。いいじゃん、これで行こう。ゆめちゃんにはスイーツエネルギーが必要なんじゃない？その通り。って小春ちゃんもでしょ？あったり。ちょっと待って、私の脳内データベースをフル稼働いたしますわ。カタ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 
そこへ行こうよ。ね。ごめん、私は今日は帰る。私も。あ、え、そうなの？残念。また明日。じゃあね、ゆめ。あまり食べ過ぎないようにね。え？ローラの分も食べてあげようと思ってたのに。明日はセンターオーディションなんだよ。うん。行かなくてよかったの？え？だって、いつも一緒だから。ゆめとローラ。うん。でも、それがいけなかったのかな。え？私、今回は絶対にゆめに負けたくない。ゆめと同じ練習してちゃ勝てないと思う。今回は、ゆめの何倍も挨拶して力をつけなきゃって思ってるんだ。だから、一緒にいちゃダメかなって。なんとなく、その気持ちわかる気がする。付き合おうか？レッスン。ありがとう。今から？はい。明日、センターオーディションなんです。もう少し、自主練がしたくて。わかった。あんまりやりすぎるのもかえって逆効果だぞ。ほどほどにね。はい。ありがとうございます。でも、二度は負けません。虹の夢に負けたくない、か。やるべきことはみんなやる。もう、後悔したくない。行っていただきます。そこでサッカーワールドトーナメント決勝戦のハーフタイムショーでセンターになる人を決めたいと思います。はい。ステージの判定は審査員の方々と観客の皆さんの投票によって決定します。最初は歌組ね。うん、緊張してきた。頑張ってね、ゆめちゃん。うん。あれ？ローラは？うん、歌組の皆さんはもうすぐ出番です。メンバー確認をしますので、前に来てください。はい。はい。前半戦終了。では皆さん、お待ちかねのハーフタイムショーです。決勝のハーフタイムでセンターになるアイドルは誰に決まるのか。メンバーが一人足らないようだけど、誰か知りませんか？ローラ、どうしたんだろう。すみません。ローラ、ギリギリよ、気をつけてね。はい。どこ行ってたの？心配したんだよ。うん、ちょっとね。夢、今回は負けない。負けたくない。ローラ、なんか変。それでは、今までやってきたことを後悔のないように思い切りぶつけてください。はい。気品漂うパステルのお嬢様コーデは、スカートにあしらった本のモチーフがポイント。ロンドンの街並みをイメージしたダークロックのクールなコーデに、胸元のリボンで可愛さもプラス。ゆめ、負けないよ。ここからは私の時間。ローラ、本気だ。私も負けたくない。西野ゆめ、行きまーす。We'll be right back.
ジアムのステージに合わせてきたね。ドレス、ゆめちゃんのドレスも可愛らしいね。まあどちらも私の次に似合ってますわね。眩しい青空に届きそうな場所へと、そう心が一人でに走り出すよ。そこから歌えば遠くまで響く、湧き上がるこのメロディー。 I know rock rock。 たどり着くまでがうまくいかずに、時に転んだりつまずいたりしたけど、つらいてうつむいたら夢なんて叶わない。よし、これならいける。私が絶対センターになる。皆さん準備はいいですか？それでは判定をお願いします。さあ、歌組のトップは誰か。今のところ虹の夢さんが伸びてきている。果たして最終結果は？出ました、歌組のセンターは虹の夢さんに決定です。やった、ゆめちゃん、よかったね。おめでとう、ゆめ。やるわね。ありがとう。とても可愛かったよ。さて、次は劇組の番ですわね。虹のゆめ、あなたに続いてセンターを勝ち取るのはこの私ですわ。あれ？ちょっと聞いてるんですの？ローラ、どこ行ったんだろう。夢に負けたから今は顔を合わせたくないんじゃない？そんなことないよ。だってローラと私は良きライバルである前に仲良しの友達なんだから。だからこそじゃない？え？どうしてあんなに頑張ったのに夢と一緒じゃダメだと思って夢の何倍も挨拶したのに、なんで勝てなかったの？桜庭、アンナ先生、残念だったな。私今度こそは夢に負けたくなくって、それで夢の何倍も練習したのに、それなのに。それで勝てると思ったのか？桜庭は虹野とは違う。いつも言っているだろう。個性が大事だと。じゃあ、夢の個性には私はどんなに頑張っても勝てないってことですか？そんなことは言っていない。個性は人それぞれ。全く同じものはこの世にはない。虹野には虹野の個性。そして、桜庭には桜庭の個性がある、と言っているんだ。アンナ先生。虹野と比較して、同じことをして、勝った負けたなんて思う必要はない。ましてや、もう勝てないなんて思うのはナンセンスだ。お前は、お前のやり方で光り輝けばいい。自分たちのやり方を見つけた上で競い合う。それが、本当の意味でのライバルだ。みんな待ってるぞ。私自身のやり方で輝く。
さあ、集計の結果、判定は？決まった！劇組のセンターは、早乙女亜子さんに決定です！ありがとう！皆様！亜子ちゃん、すごい！ローラ、どこ行ってたの？亜子ちゃん、劇組のセンターになったよ！ゆめ、おめでとう。うん、ありがとう。ゆめ、今日から私たちは、本当のライバルだからね。次、美し組の人、準備してください。行かなきゃ。うん。何？今までだってそうだったでしょ？今までとはちょっと違うの。どういうこと？私には私のやり方があるってこと。まさにスパイスコードっていう感じ。私もブランドのドレスをゲットしてみせますわ。小春ちゃんがいなくなっちゃうなんて嫌だよ。ごめんね。でも決めたのは、最後に私にできること。次回、アイカツスターズ七色のキャンディ、つかめアイドル一番星。